日本神奈川県川崎市中原区宮内区内は神奈川県川崎市中原区の町名。現行行政町名は区内1丁目から区内4丁目で全域が住居表示実施済み区域。郵便番号は211-0051。区内は川崎市中原区北部の玉川下流岩、玉川定地の中央部に位置する。 一部玉川砂岩の河川敷にも領域が及ぶ。北部で、高津区、下野毛、玉川越の北東部に、東京都世田谷区野毛、玉堤、東部で、轟、南東部で、小杉御天町、南部及び西部で、上、小田中、北西部で、高津区北見方に接する。玉川と日家両用水に挟まれた、溝の口デルタにあたり、土地は肥沃である。 東西に国道409号及び多摩沿線道路が貫いている。近年再開発が著しい武蔵し、小杉近辺地域の一角である住宅地が占めるが、日経両用水川及び高津区との区境付近には、機械、電気、食品、金属などの中小工場群が見られ、1991年の時点では中原区内で工場数の最も多い町である。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、区内3から18から2の地点で26万5千円、平方メートルとなっている。地内のカス社、上落寺一帯は、前方公園墳であると言われている。室町時代には、武蔵国吉樹郡に属し、小田原州所領役長には、後北上志子づ州え州、染劇の所領として、 二十関分道宮内の里のうちと記述されている。江戸時代には武蔵国吉次軍の村となり、天領となった。村高は武蔵田園坊では443国余り、玄禄郷町では408国、天保郷町では568国余り、急行丘陵取調べ町では570国余りとなっている。名主は石井家の世襲であり、家の件数は 取り決めで三十六個と定められていたが、安永年間よりその定めが破られたとされ、明和七年には六十二件であったと、吉祝軍案内記に残されている。江戸時代の主な産品は、稲毛米と呼ばれる、将軍献上米にも使われた良質な米と牡蠣が挙げられるが、明和三年に池上広報の申し出により、関東軍大稲田だ飼育によって、干渉の苗が配布された。 玉川の河岸に位置するため水害に見舞われることも多かった。明治元年には神奈川府を経て神奈川県の所属となり、1889年町村正志向により吉獣郡中原村の大技となった。この時期はごぼう、大根、洋菜類や柿、桃等の果樹類が監金作物として栽培されていた。この産品は、 この時期当地に設置されていた区内の私で運ばれた。区内の私は当地の他大宿から東京方面への交通路として利用され、マリコ橋が1935年に建設されるまで利用された。1925年には羊群中原町の大技、1933年には川崎市、1974年には川崎市中原区の大技となっている。 昭和40年代から昭和60年代にかけて、急激に宅地化が進み、1960年には597人だった。人口が1970年には2504人、1991年には9611人、2008年には1995 1万19人と増加している。1993年2月22日に、区内全域に住居表示が実施され、 現在の区内一丁目から四丁目が成立した。神社や寺院に囲まれた土地を殺節の外、佐賀天皇の時代に、雨乞いのため区内郷藤原阿蘇坊を、方兵士としてこの地の春日神社に使わしたところ、干ばつがやんだためその官職名に由来するとする、伝承が、新編武蔵風土紀行に記されている。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地内に鉄道は通っていない。最寄りの駅は JR 東日本南部線武蔵新城駅、または武蔵中原駅である。ありがとうございます。